どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きネレン、ブラパトなどを書いております。今日はですね、 AK5 の新作が完成したよっていう話と、ちょっと AK5 っていうブランドそのものについてちょっと話してみようかなと思います。今回作ったのはこういうキャップですね。ロールドブリルビーニーって、このここがこう、巻かれてるビーニーっていう意味なんですけど、こういうまあちょっとストリートチックなのか、後ろから見るとこういうまあキャップっぽい見た目なんだけど、前を見るとまあビーニーみたいになってる。ビーニーってあのこういうニットキャップ、まあ、ビーニーですね、まあ、ビーニー何か言うんだって感じですけど、まあ、こういうちょっと変わったタイプのキャップを作ったよというところなんですけども、まあ、AK5 って、まあ、あの漫画読んでる人にはもうおなじみの、劇中に出てくる架空のブランドなんですけど、まあ、名前の由来は、まあ、アンナ騎士っていうそのファッションブランドの、まあ、セカンドラインというかストリートブランドラインっていうので、アンナ騎士のイニシャルを取って AK の、まあ、5、まあ、5番街から本物のストリートブランドが誕生するみたいな意味合いを込めてっていう設定なんですけど、そのまあ5番街の5ですよね。まあそれが劇中のネーミングの由来なんですけど、実際その僕がどういう気持ちで付けた名前かっていうと、まあ字面的にね、一番世の中の既存の単語で一番近いのは、あのマジで恋する5秒前は MK5 だと思うんですけどMK5 ではなく、まあマルジェラの、まあ、MM6 とか、まあ、そういうブランドのイメージ、あの ブランドに対する位置付けのイメージですね。その MM6 に似てるイメージっていうわけじゃ全然ないんですけど、まあ、ああいうその、まあ、メゾンマルジェラ、マルタンマルジェラを略して MM って呼んでて、それの、まあ、ナンバー6を冠したラインだよっていう、まあ、MM6 みたいな感じで、まあ、AK5 っていうのをつけてます。まあ、あとその、まあ、もっと言うと、その、まあ、これも全然イメージドンピシャとは程遠いんですけど、その、まあ、アディダスのハイブランドとのコラボライン、その幼児山本さんとのその共同ラインなんていうの分かんないけど、その Y3 とかね、 Y3 とか MM6 とか、なんかそのメインストリームのそのブランドがあって、そこのまあそことはまた一線を画す新しいチャレンジをするラインには、なんか数字がつきがちみたいな、なんかそういう当時のイメージから AK5 っていう風に、命名しました。で、まあ、5番5っていうところなんですけど、それ、まあ、まあ5番街っていうところからこうまあ引っ張ってきてはいるんですけど、そもそも結構左利きのエリアの中でその、まあ、5っていう数字がかなり重要な数字として結構たびたび出ていて、結果論の部分もあれば狙ってやってる部分もあったり、まあとにかくその、まあ、左利きのエレンといえば結構 5っていう数字が、まあ、品質してるなという。そもそもね、その左利きのエレンの第5章がニューヨーク編なんですよ。だからニューヨーク編自体がまあナンバー5なんですよね。まあ、最近あんま言ってないんですけど、その第1部完結した頃に割となんかちょくちょく言ってたのが、左利きのエレンっていう物語の構想はまだ全然あると、メッセージ性強くこうギュッとしたのが、まあ、第一部最初の無印の左利きのエレンで、本当に書こうと思ってた 全貌を書こうとすると50巻ぐらいになっちゃうみたいなことを昔言ってたことがあって、あの左利きのエレンっていうその頭の中にある構想自体も50巻っていう5っていう数字でなんかあって、実際その第一部以降を書いてて今33巻34巻ぐらい出てて、まあ多分本当に多分50巻ぐらいで終わるんだろうなっていう風に思いながら書いてるんで、なんかやっぱり5っていう数字はずっとなんか意味あるなと思って書いてます。まあ多分読者的になんか それ以外5ってなんかあったっけみたいな、結構無理くり言ってないみたいな感じ思うかもしれないですけど、セリフだけ登場して描かれてない5にまつわる話があるんですよ。クイズみたいな風に言っちゃいましたけど、5っていうフレーズが出てて、今んところの構想だと、まあ、第5部で終わるんじゃないかなっていう風に思ってます。すいません、ちょっとあのお掃除の人が来ちゃったんでベランダに逃げてます。まあ、今
第3部をやってるんですけど、その多分ですね、その、まあ、左利きねねっていう物語自体がまあ全体的に第5部で終わるんじゃないかなっていうふうにも思ってたりして、とにかくまあ5っていう数字が結構自分の中で、まあ、左利きねねらしい象徴する数字なのかなっていうふうに、思ってます。ほんで、今第3部の、49話を公開控えているところだと思うんですけど、その次が、まあ、いよいよというか、まあ、自分の中でその例の節目である50話っていうのが、公開されます。で、50話からああなるほど、確かに5だねっていう確かに5だねっていう話が、まあ、始まると思うので、まあ、そこから結構また盛り上がるんじゃないかなと期待してるんで、楽しみにしてください。まあ、今日はそんな感じで AK5 っていうブランド名にまつわる、まあ、作者の思いをお伝えしました。ほんで、肝心の こいつどこでどう売るかっていう話なんですけど、メンバーシップ限定で今回も販売しようと思ってます。なのでノートメンバーシップに入っていただいて、発売日が、最新話の更新の日だからちょっと何日か分かんないですけど、次の木曜ですね、次の木曜になった瞬間からその発売開始になると思います。で、まあ、数量結構まあまあキャップにしては作ってると思うんで、まあ、メンバーシップに入ってれば買えるかなというところでございます。結構ねしっかり作ってるんで、中のタグとか、はい。まあ、なので欲しい人はぜひメンバーシップに入ってみてください。あとまだちょっとその画像とかできてないんですけど、メンバーシップ2周年が今月なので、多分メンバーシップ その2周年 T という去年発売してすごいたくさん買っていただいた周年 T っていうのが多分今月出ると思うんで、T シャツ欲しい人はそれも楽しみにしてください。てな感じで、また左利きねねにまつわる、まあ、裏話とか解説とかをこのチャンネルではやっていこうと思ってますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いします。ありがとうございました。